ズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX-R1000 のご紹介となります。こちらね、もうスズキを代表しますスーパースポーツ、そしてですね、なんとこのモデルはですね、熟成された L 型のモデルとなります。10年カスタムポイント何点かあります。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロント前です。ヘッドランプですね、こちらのモデルは横の三眼になるヘッドランプとなります。大きな、ね、レンズ割れ、そしてアッパーカール割れ、そういったところもございません。スモークのスクリーンですね、こちらも飛び石による、ね、割れ、そういったところもございません。ミラーです。こちらも、ね、カスタムされております。ステオレードとか、ね、サビ腐食、そういったところも、ね、もちろん出ておりません。はい、そして、ね、フェンダーです。はい、こちらも飛び石による、ね、塗装剥がれ、フェンダー割れ、そういったところもございませんね。はい、ホイールはゴールドホイールとなります。大きなガリ傷曲がりございません。ダブルディスク、なります。サビ腐食、キャリパー固着、そういったところも見受けられませんね。はい、サスペンション倒立のフロントオークとなります。こちらもね、点サビ、オイルにじみ、そういったところもね、見受けられませんね。はい、ではね、サイド回ってカールです。はい、こちらですね、GSX-R、 こちらのね、ロゴが浮き上がっております。カールとなります。転倒による大きなカール割れ、そういったところもございませんね。エンジンスライダーで最後ガッチリとガードしております。クランクケース、こちらもね、転倒による大きな傷などございません。そしてね、フレームですね、こちらもね、サビ腐食、そういったところもね、見受けられません。はい、ステップですね、バックステップとなります。転倒による大きなね、削れ、そういったところもね、見受けられませんね。はい、そしてですね、ご覧いただけますでしょうか。こちらですね、ローダウンリンクによるね、こちらね、ローダウン、行っております。はい、そしてマフラーです。吉村のダブル出しとなります。3段のちょうどご紹介したいと思います。はい、そしてね、リア姉妹です。フロント同様ゴールドホイールとなります。大きなガリ傷曲がりございませんね。はい、ではね、リア周りご紹介です。はい、フェンダーレスキットでね、スッキリとしたなと思います。そしてですね、吉村のこのダブル出しマフラーね、非常に迫力ありますね。はい、反対側のシートです。フロントシート、単独シート、ともに大きなね、破れ切れございません。はい、そしてタンクです。はい、こちらもね、転倒による大きなへこみ傷、そういったところもね、ございませんね。はい、ではタンク内ご紹介いたします。はい、タンク内です。こちらもね、大きなサビ腐食出ておりませんね。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。はい、ではいきます。はい、問題ありません。マフラーオンです。はい、いかがでしたでしょうか。町乗りからサーキットまでオールマイティの車両となります GSX-R1000、お探しの方お問い合わせをお待ちしております。